こんにちは、まさこです。今日の動画は、私の不妊治療の、第4回目の動画になると思うんですけど、ここからは私の体外受精に進んだ後のストーリーをお話しできたらなというふうに思ってます。前回まではタイミング法をやめるってなって転院先を探しましたっていうところまでお話ししたので、今日はその先から、体外受精で、どういうことをやったのかとか、どういうふうに進んでいったのかっていうようなお話をシェアできたらなっていうふうに思ってます。ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。で、転院先を考えたんだけど、それが、4月だったんですね。病院って本当にめちゃくちゃいっぱいあるから、私が重視してたのは通う頻度がやっぱり体外受精の時って増えるから、家から割と行きやすいところがいいなっていうのと、あと会社からも夕方行くとかが出てくると思うから、会社からも行きやすいといいなっていうのと、あと結構私が他に重要視してたのが、検査をダブらせない病院っていうのがすごいいいなと思って探してたんですよ。初診の時に検査を一通りやっていただきますみたいな、初回にかかるお金はこれくらいですみたいなのがもう結構ホームページに載ってるところもあったりとかして、なんか私はその一般不妊治療大学病院でやってた時にもうすでに卵管造影もやったし、MRI とかも撮ったし、ホルモン値みたいなのも見た後だったから、そのデータを持っているのに、なんかそれはそれです、でうちに来たらまたやってもらいますみたいな病院はなんか普通に検査代無駄だし、なんかまた痛い検査するのかっていうのが嫌だったから、なんかそこを省いてくれる病院っていうのが結構私の中で重要かなって思ってて、でも意外にそういう病院ってなかったのね。なんか結構探したの、だからなんかそこちょっと探すの大変だったかもっていうふうに思いました。で、あとは費用の負担がやっぱり少ないところで調べてて、結構不妊専門のクリニックとかだと、あの検査もします、この検査もしますとか、こう場所とか土地とかにもよると思うんだけど、明らかにここ高いよねみたいなところがやっぱり出てくるんですよ。本当に結構たくさん調べてたどり着いたのが、池袋にある江崎レディースクリニックっていう不妊治療専門のクリニックにたどり着きました。もうホームページにめちゃめちゃ情報が書いてあるのね。もうめっちゃ書いて、私も上手に説明できないので、ホームページを見てみてもらいたいんですけど、あとなんかこれから不妊治療する人とか、ちょっと体外受精考えてる人とかは、病院探してる人とかはちょっと一回江崎レディースクリニックちょっと見てみてほしいと思うんだけど、合う合わないってもちろんあるから、私は合うタイプの人間だったし、合わない方は合わないんだろうなみたいな、ちょ本当に賛否両論分かれるのかなみたいなのが結構口コミでも分かるし、ホームページに書いてあるなんか文言の書き方とかでも分かるんですけど、無駄な治療とか無駄な検査をしません。でなるべく最短でこう最短のこうルートで あなたたちをこう妊娠に導きますみたいな感じのことが書いてあるのね。おおと思って、その時にちょっと最短望んでるしみたいな、しかも無駄な検査をしないってことは、その私がもうやったものはもう省いてくれるってことやんと思って、その時点で私の中でもなんかチェックチェックみたいな感じになってたのね。皆さんが抱えてる負担って、治療費の負担とあと仕事と両立できるかの負担ですよねみたいな、なんかそこが大変ですよね、まずそもそも不妊治療ってみたいな、でそこを減らしていきましょうみたいな感じのことが書いてあったので、私ももちろんフルタイムで働いてるし、その費用のことはすごく心配してたから、またチェックチェックみたいな感じになったのね。でそのどうやって仕事と両立できるようにこう負担を減らしてるかっていうと、この病院はなんかすごく待ち時間が少ないですみたいな、30分以内です毎回みたいなことが書いてあってさ、本当かどうかその時はもちろん分かんなかったんだけど、待ち時間がすごく少ないですっていう風に書いてあったのね。朝行って夕方見てもらうとか、朝行って昼になるとか、ほんと余裕であるし、みんなこう待ち時間でこうパソコンやってたりとか、なんか行けなくて、病院に行けなくて不妊治療を途中でやめてしまうとか、そういう人とかもいると思うから、なんかその待ち時間を少なくしてくれるだけでも結構大きいメリットだなって思ってて、あいいじゃんいいじゃんってなってたんですよ。あとそのステップアップ法、なんかまずはタイミングで人工受精やって、それでもダメだったら体外受精みたいな、なんかその順番を取るのはもう結構一昔前ですみたいな、もうなんか時間も無駄になるので、あなたに合った治療をもうさっさとやりましょうみたいな感じのことが書いてあって、本当にそういう風にしたいって思ってたところをついてきてるなっていう風に思ったね。時間を無駄にしたくないとか。で、あとはその保険で体外受精ができるのって、何歳以下、なんか私はその何歳以下に当てはまるんだけど、そこだと6回までなのね。
だからその6回まで移植ができるんだけど、まあ、その6回をそんないい受精卵じゃないのに戻しちゃうと1回消えるんですよ。それでダメだった時に1回消えるから、なんかそれを何回も何回もやって保険の数をこの病院は無駄にしたくないみたいな、いい受精卵ができるまでそれを私たちは冷凍させませんみたいな、それでその保険治療のこのなんだろう蓄えを残しておくみたいな、そこに何か重きを置いてますみたいな感じで書いてあって、めっちゃいいじゃんみたいな、何かよく言えば、まあ、はっきり過ごしててすごい何か合理的な病院で、合わない人からすれば何かちょっと何か寄り添ってくれる系の感じではないから、何かそこが合う合わないあるのかなみたいな感じで思ってました。よしここにしようと思って、あの初診の予約を取れたのが、まあ、4月から6月で予約が取れました。でそれは確か多分なんか生理の計算もしつつ、ちょっとやっぱ初診だけは予約を取りづらかったので、初診の予約がまあ6月になって、紹介状も持ってったから余分な検査は本当にしなかったです。で初診はパートナーと絶対2人で一緒に来てくださいみたいな感じで言われて行って、冊子みたいなのもらって、なんか体外受精とはみたいな、なんかあなたは不妊ってどういうことか知ってますかみたいなのとかで、なんか大事だと思うところになんか線引いてくださいみたいな感じですごい言われて、とにかくめっちゃ読まされたんですよ、その待ってる間にね。で先生といざ話すってなった時、もう30分間ぐらい話をしたんだけど、なんか私にどうのこうのってめっちゃ言ってくるっていうよりは、旦那に対してこう あなたにはなんか本当体の負担とかって別にないですよねみたいな別にないですよねって言ったらあれだけど、なんかあなたがこれから必要なことってなんかこういう時にこういう風なサポートをしたりだとかみたいな、なんかそういう説明、旦那に対してのあなたのサポートが必要なんですよみたいな言われてたりだとか、検索とかをするのをやめてくださいみたいな感じで言われたんですよ。なんかあなたはもう流木だと思って僕たちに身を任せてくださいみたいな感じで言われて、でそれがどういうことかっていうと、なんかやっぱりそのじゃあ検査なんか1個しました、採血しましたってなった時に、なんかこの数値が低かったとか、これが低いとこういう風になりますみたいな説明を、まあ、いちいちするとすごく長くなるじゃないですか。一人に割く時間がすごく長くなるし、10分15分で説明できることってすごく少ないことしか説明できないのに、でもまあ中途半端に説明をしてしまうと、みんなじゃあ私はこのホルモン値がすごい低かったから今回妊娠できないのかなとか、そういうのをめっちゃお家帰って検索したりだとかするじゃないですか。で検索したらさ、この数値が低かったのでなんかこのサプリメントを飲むようにしましたとか、まあ、いろんなポジティブな意見とかももちろん出てくるし、ポジティブな情報も入ってくるかもしれないんだけど、その分、まあ、ネガティブな情報とかもいっぱい入ってくるし、正しいか正しくないか分かんないような情報とかもいっぱい入ってくるから、なんかそこで一喜一憂しちゃうよねみたいな、なんかそれを見て検索して一喜一憂することが本当に無駄だし、できることはないから僕たちに任せてほしいみたいな感じで言われたんですよ。だから検索するのをマジやめろって言われて、で旦那になんか本当奥さんが検索してたらマジでなんか止めさせてくださいねみたいな感じの、ことを言われたりだとか、あとそのさっき言ってたその診療時間がめっちゃ待ち時間が30分以内ですっていうのも、その説明をやめたらめっちゃ短くなったらしくって、待つ時間本当に短くて近いのね、本当に30分以上あんまり今日は長いですよって言われない限り待たなかったから、本当にそこがすごいなって思って、そこでこう待ち時間を少なくして、みんながこうね、自分だけじゃないじゃん、治療してるのはみんな待ってたりするから、みんながこう効率よくできるようにしてますみたいな感じで言ってました。で私はそこですごく納得したし、あなるほどなっていう風に思った。で一番最初に始まった治療が、一旦その6月の時にじゃあピルで一旦1ヶ月分なんかこうリセットさせましょうみたいなことはしたんだけど、7月の末から8月中旬まで、薬と自己注射で卵を育てていくっていうのを始めました。自己注射のやり方を教えてもらったりだとか、この日までに宿題ですなんか見といてくださいねみたいな感じで言われて、で、まあ、それの通りにやったみたいな感じで、動画で見といてくださいみたいな、ほんと簡単なこのプッシュのするさ、ボナール F ってやつだったんだけど、それ簡単なやつだったから全然大丈夫で、その私が何法をしたみたいなのはちょっとよくわかんないんだけど、その教えてくれないから、本当に採血した時も、はい、なんか血抜きました、はい、大丈夫です、じゃあこっから
この日からこれを飲んでくださいねみたいな、もう言われた通りにやるだけなのね。本当紙をもらって、もう言われた通りにこの日に注射、この日に注射、この日に注射、この薬を飲むみたいな。でその薬が何をしてくれるかとかもちょっとよく分かってないんだけど、まあ、よく分かってないっていうか、まあ卵を育てる薬ですみたいなのは、それはもちろんね、その一言だけって感じなんだけど、なんでじゃああなたがそのまあ私はゴナール F を使ってたんだけど、そのスタンプタイプのねやつを使ってたんだけど、それじゃない人もいるわけじゃん。それじゃない注射をする人もいるんだけど、あなたがじゃあゴナール F を使う理由はこれですとかも一言も言われたことないし、なんかあなたがゴナール F を私はね2日に1回打つ注射だったのね。で多分それって私のホルモン値の値を見て、あのこの人はこんぐらいで卵が増えていく予想だから、まあ、このペースで打っていきましょうみたいな感じだと思うんだけど、それを毎日打つ人もいるのよ。でも私がなんで毎日じゃなくて2日に1回だったのかも分かってないし、教えてもくれないし、まあ、私も分かんないけどその風にやるみたいな感じで、まあ、とにかくあの言われた通りにやるみたいな感じでした。で、まあ、それがいい人もいれば嫌な人もいるじゃん。自分が何をさせられてるのかを知りたい、全部知りたい人もいれば、私みたいに、ま、あの一旦一家みたいな感じでやる人もいるし、なんか一旦一家っていうか、もう私もめっちゃ Google 症というか検索魔だし、こう自分で調べてやるとかやっちゃう人だから、そのタイプではあるんですよ。でもやっぱり仕事がすごく忙しくって、他に考えることがあった。だからそこが良かったかなって思ってて、でもその仕事との両立ができるっていうのも、選んだ病院がこういう風に待ち時間が短いだとか、まあ職場がすごく理解のある職場だったっていうところとかもすごくラッキーだったことの一つだと思うから、みんながみんなそれできるわけじゃないし、もちろんできなくって仕事を辞めなきゃいけなくなってる人とかもいると思うから、みんながそれに当てはまるわけじゃないけど、私はその仕事を続けながらできたっていうのがすごくあのラッキーだったかなっていうふうに思ってます。でまあ、そういう感じで注射をやって、で、まあ、卵取れるねっていうふうになるまでは3回か4回ぐらい病院に行って、まあ、超音波して、あのなんかはい何個右 1,2,3,4,5,6,7,8 はい何個みたいな感じで右と左の卵巣それぞれ見てもらって、大きさ見てもらって、ではいじゃあ次あの3日後に来てねみたいな、で2日後に来てねみたいな感じ であと血液検査で何かの値を見て、多分その採卵の日を決めるみたいな感じでした。で採卵は、まあ、大体今の予想だとここになるけどみたいなのは最初に教えてもらうので、会社には、まあ、今月、まあ、この辺で採卵あるかもしれないから急に休むこととか、まあ、急にあのフレックスもらうことがあるかもしれないですみたいなのをチームの人に言って、あなんかも全然いいよみたいな感じで言ってもらって、実際に決まるのは2日前とかでその時間に行くみたいな感じでした。と初めての採卵が8月にあったんだけど、もうこの採卵がね私本当に結構トラウマで、採卵って卵を取ることなんだけど、卵を取る時に全身麻酔してくれる病院と局所麻酔の病院があって、うちは局所麻酔だったんですよ。だからその、まあ、膣に麻酔の注射を、まあ、これもマジ痛いし、そもそもまず麻酔がめちゃめちゃ痛いのに、で麻酔するでなんかこうジャバジャバさ、あのなんか消毒みたいなのなんかこう水かけられて、で、あじゃあ取ってくねみたいな感じでさ、こうあのエコーを入れながら細い管をこう入れてって卵巣にこう穴を開けていって、そこからチュポチュポ取っていくみたいな感じなのね。でもそれが本当に痛くて、最初は我慢してたのでさ、こうやって上天井を見上げると、そのなんか天井になんかねイルカちゃんの絵みたいなのが書いてあったんだけど、もうなんかもうイルカ描いてんじゃねえよとか思いながらさ、もうふふふみたいな感じになってたので、マスクもしてるからさ、みたいな大丈夫みたいな感じでこうあの看護師さんがこう手をね握ってくれたりとかしてたんだけど、採卵レポみたいなのはね YouTube でちょっと見てたんだけど、その時に見たのが、その採卵しながら奥の部屋でなんかこう卵がいましたいませんでしたみたいなのをこう一個ずつそのチューブに入ったやつを見ていく人がいるのね。でその時に卵がいるといますみたいな、いましたみたいな、ありましたみたいな声がなんか聞こえてくるらしいの。ありました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 みたいな感じで聞こえたら、なんかその分卵がいるってことじゃんね。だけどなんか私は一回だけ一つありましたみたいなのが一回聞こえて、それ以降本当に一回も聞こえなかったのね。その声がありましたありましたが聞こえなくて、一回しか聞けなかったの、ありましたが。でもエコー見ても分かるように私の卵の袋ってめちゃめちゃたくさんあったから、しかもめっちゃ育ってたはずだし、その採卵日が決まるまでね、はぁと思って、どういうことと思って、もうでもめっちゃ痛いから泣けてきて、痛い痛いですみたいな感じになって、
で大丈夫だよみたいな感じでこうさ終わるじゃん。で終わっても放心状態で、どういうことみたいな、私ありましたって1回しか聞けなかったんだけど、と思って、でまあ20分ぐらいさそこでさ休憩というか、まあ、待って何個取れたみたいなのを説明をされるのね。でそれもさドキドキするわけじゃん。で部屋入ったらさ痛かったねみたいな、辛かったねみたいな、大丈夫ですかみたいな、大丈夫じゃないんですけどって思いながら、で取れた卵は2個でしたって言われたのね。あんだけ私多分ね30袋ぐらいあったんじゃないかって思うぐらい、とにかく袋はめっちゃたくさんあって、もう本当にでっかく育ってたの、でっかく育っててめっちゃ吸ってたのに取れた卵2個でした。からあんなに袋があっても実際に卵が2個しか入ってなくて、あマジで絶望したのね。絶望っていうかなんか2個みたいな、2個どうすんのそれみたいな感じで思ってて、で、まあ、でもなんかそんなもんだからみたいな感じで、なんかここで一喜一憂しないでくださいみたいな感じで言われて、でそのまあこれを受精させていくのでまた1週間後に来てもらって、その時にあの受精結果をお伝えしますみたいな感じで言われたのね。でまあ、それで祈ってたんだけど、なんかまあ5日後に最初は良かったんだけど、なんかお盆の真っ只中でめちゃめちゃお腹が痛くなって、私すっごいもうお腹痛くてもうみたいな、痛い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 みたいな感じになって、もうあの急遽あの病院に連れてってもらって、で駆け込んだら卵巣過敏症みたいな感じになってますって言われて、でそれはなんかその採卵の刺激でなるんだけど、あの卵巣がパンパンに腫れちゃって水が溜まっちゃうみたいな、でそれが多分私は腫れただけだったらよかったんだけど、またちょっとなんか若干ねじれちゃったみたいな感じになってたっぽいから、それをその時に多分痛くなったんだねみたいな感じで言われて、で注射を打って、でこの PCOS の人ってそれになりやすいらしいんだけど、あの比較的その体に負担がないあの卵の育て方をしてたから、まあ、先生も大丈夫だろうと思ってたっぽくって、まあ、でもその急遽その処置をしてもらって、まあ、1万くらいかかって、その日になんか今回は残念ながら受精しませんでしたって言われて、チーンってなったのね。2日後に卵巣がちっちゃくなってるかっていうのをまた見に行って、でその時に、まあ、受精はしなかったけど受精をさせるために使ったお金っていうのも含めて払いました。で合計が1回目のこの体外受精のこのラウンドでかかったのが、まあ、11万3000円ぐらいっていう感じでした。そこからまあ2回目に行くじゃん、9月からまたスタートしたんだけど、もう卵ストックないから最初からやり直しっていう感じになって、その卵巣がさ1回過敏になっちゃったから、それで休みを入れたのと出張も重なってたので、まあ、ちょっと時期をずらしてもらって10月から注射と薬を始めました。で薬が変わったとかはなかったから、同じ注射だったし薬も同じだったしみたいな感じで、多分まあなんかちょっとだけ多分注射の値が変わったかもしれないんだけど、ほとんど同じようなことをやりました。で同じく3回ぐらいそのエコーのチェックして、はいはいはいみたいな感じで終わって、でまた痛い痛い採卵をした。でもう2回目の採卵は本当にトラウマだったから、1回目がマジで怖すぎて、もう本当に嫌だ、もう本当にこれでダメだったらもう本当に嫌だって、本当に嫌だって思ってたの。採卵が痛すぎて、なんかもう大丈夫かな、私子供産むの大丈夫かなって今すごい思うぐらい、ちょっと採卵めっちゃ痛かったなっていうのがあるんだけど、痛いっていうのもあるし、そのありましたっていう声が聞こえないからいないんじゃないかっていう、またね、あんなに卵をさ注射打ってさ増やしてさ育ててさ、薬を飲むとさ太るし、もう体体調も悪くなるし、ニキビもできるし、もう本当にいいことなんて全然ないのに、卵をそれで増やしてもうどんどん太りながら増やして、副作用もめっちゃありながらやってんのに、取れた卵にみたいな、それにまたなったらどうしようとか、これでもまた採卵ダメだったらまた一からだしなとか、そういうのがすごくたくさんあったから、メンタル的にもすごく大変だったなと思ったんだけど、まあ、それでまだ我慢するじゃん、またイルカを見ながら天井ので、またありましたとか聞こえてこないからさ、マジまたかみたいな感じで思ってたら、また取れたのがまた2個でした。卵がまた2個だったの。もう2個って聞くだけでもう2個また2みたいな感じになって、もうやっぱり私の卵は袋はいっぱいできるけど卵の数が少ないのかなっていうふうに思ってんだけど、1回目と違ったのは、多分1回目はふりかけ法みたいな多分やってて、その精子をこうこの取れた卵にこうふりかけて受精させるみたいな、そのこの中で受精させるみたいなの多分やったんだけど、今回の2回目は卵も2個だし、また
あのもうちょっと確実に受精できるようにっていう感じで顕微授精をして、それで2個とも受精はしました。で2個とも受精したんだけど、凍らせれたのは1個だけだったの。ダメそうな卵を冷凍してもしょうがないからっていうことで、多分1個だけ、冷凍ができて、で、じゃあこれを戻しましょうってなったんだけど、その時にかかったのが14万5000円ぐらいかかりました。で、その、まあ、値段が1回目と2回目で違うのは、やっぱりその受精できたできなかったっていうところで値段が変わるのと、なんか多分私は保険適用でもこれ結構安い方で、その卵がどれだけ取れたかと、どれだけ受精できたかと、どれだけ凍らせることができたかで値段が変わってくるんですよ。卵が0から3個だといくらいくら、なんか何個以上取れるといくらいくらって。で私は両方2個だったじゃないですか。2個だったから、それでまあ金額が控えめだったっていうのと、で受精も1回目はしなかったし、それでまあ値段が結構比較的、まあ、良心的なっていうのか分かんないけど、あの良心的な値段だったっていう感じになったかなっていうふうに思ってます。でじゃあそれを戻そうってなったんだけど、もうその時に年末の旅行が決まってて、すぐ戻すこともできたんだけど、年末の旅行が決まってて、でこの卵が1個しかないからさ、もう1個ダメだったらさ、もうなんかもう最初からじゃん。だから、まあ、そのコンディション悪い時とか、その旅行で疲れてる時とか、まあ、旅行でこう体調を気遣いながら旅行するのも大変だしっていうことで、戻すのは年明けまで待ってもらってました。だからその時までまあ保管してもらって、で戻す時は年明け終わって1月末に体を整えて、もう一回その整えてっていうか、なんかその生理周期みたいなのをまた整えて、なんかパッチ、お腹に貼るパッチみたいなのをつけて、薬を飲んで秩序を入れてみたいな感じで、こう移植に向けて、なんかこう多分子宮内膜を分厚くするみたいなことを多分やりました。それもね、ちょっと私があんまり詳しく説明できないのは、本当先生が説明しないからなんだけど、まあ、そういう病院だからなんだけどね。バレンタインの日に移植をして、お腹に卵を戻すやつをして、でそこからは普通の生活をしてください。もう本当になんか自転車乗らないとかそういうのもしなくていいし、気をつけなきゃいけないこともないみたいな、普通のとにかく生活してって言われて、でまあ普通の生活をしてました。でもめっちゃドキドキするし、で私は多分6日目ぐらいでこう自分で検査をし始めて、検査薬のやつを真ん中に半分で切って1個2回で使うみたいな感じのね、多分やってて、まあ、多分そんな自分でやるのもそんな良くないんだろうけど、やってて、で7日目とかで、線が出始めてきて、あってなって、で、判定まで行って、判定日まで待って、で血液検査でそのなんか何とか以上みたいな、これは妊娠してますねみたいな値までのホルモンが出て、でそこから、3週連続でエコーを見てもらう。1回目は胎嚢確認で、2回目は心拍を確認、3回目は心拍の2回目の確認っていうところまで行って、でその病院は卒業したっていう感じになります。エコーの中に袋が見えるのね。でその袋の次になんかリングみたいなのが見えて、それが見える時期と心拍の間の時期の時に、普通に過ごしてたら、めちゃめちゃそのちょっと生々しい話になっちゃうんだけど、めちゃめちゃレバーの塊みたいな血液がすごい出た時があって、最初はちょこっと血が出るみたいな感じだったんだけど、もうどん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 それが増えていって、レバーの塊みたいなのが出るようになってしまって、もう終わったみたいな。でも本当そういう時ってもう多分パニックになってさ、もう終わった、これもう本当に流れちゃったんだと思って、その時は。でもなんかめっちゃ調べるじゃん、その時はさ、さすがに。で調べた時に、もし流産だったらなんかそういうなんか袋が一緒に出てきますみたいな、なんか私は袋が出てきて、なんか透明の袋みたいなのがその血液の塊の中に入ってましたとか、あでこれが袋だったんだなっていうのが分かりましたみたいなのをさ、たくさん見たからさ、もう私もそれが袋なのかレバーのただの血液の塊なのかが本当に分かんなくって、見て自分でもうその中にその袋が入ってないかみたいなのを、もうなんかみたいな感じで、レバーの塊は大丈夫なのかどうかみたいなのが本当にパニックになった時があって、一回で。ただ私のその行ってた池袋の病院はなんかそういうので連絡してこないでくださいみたいな感じなんでのね。そのじゃ心拍の確認が2回目できるまではもちろん流産の可能性もあるし、血が出る人もいれば
いる、血が出て大丈夫な人もいればもちろん流産になる人もいるみたいな、どっちかっていうのはもう来ないと分かんないし、じゃあその血が出たところで止められることはないんですよみたいな、与えられる薬もないし、あのできることはない、血が出ちゃったらもうそれまでだみたいな、それまでっていうか血が出たっていう事実しか残らなくて、それで妊娠継続してるねしてないねみたいなのは今見ても次の心拍確認の時に見ても一緒だから、次の診察日までその言いに来ないでくださいみたいな、パニックになって来ないでくださいとか電話して来ないでくださいとか普通に過ごしてくださいみたいな感じで書いてあったのね。だから電話ができなくて、その病院にちょっとそこだけはちょっともうちょっと優しくてもいいのにと思うけど、でもまあ本当できることないっていうのは多分確かだし、それをさ全部に対応してたらさ、やっぱその診療時間が長くなるとかそういうのにもつながってくるから、まあ、そういう病院なんだっていうふうに思ってあのできないかったんだけど、その病院に言えなかったから、次の日にもう本当にもうめっちゃパニックだよ、めっちゃパニックだし、でもなんか仕事も次の日あるしみたいな感じになったんだけど、ちょっと仕事遅れて行って次の日朝病院に行って、あ、その病院に行くっていうのは前行ってた大学病院の方が家の近くだったから、大学病院の方に行ってなんかこういう理由でみたいな、で昨日すごい血が出ちゃって、でも体能確認したばっかだったんですよみたいな、袋がでもなんかすっごい塊が出ちゃってみたいな、でも袋が出てるかどうか分かんなくてみたいなこと言ったら、見てあげるっていうことでエコーで見てもらったらちゃんと袋がそこに残ってたのね。でよかったってなって、でそこから心拍確認ができて2回目の心拍確認ができてみたいな感じだったから、なんかもう本当にその初期のストレスというか、その胎動とかが確認できてきたらさ、まあ胎動動いてるなって思ったら生きてるなっていうのが分かるけど、それまでって結構そのね、あの心拍確認できるまでとか心拍確認できても何週の壁とかいろいろ言うじゃないですか。でそれってまあ治療してるしてないに関わらずみんながすごく心配をする道だと思うんだけど、でもまあ治療もしてたし、こんな感じで2回採卵してとか、なんか今までいろんな手術とかもやってきてみたいな、手術とか検査もやってみたいな後だったから、本当にあまたダメなのかなみたいなストレスがすごくて、採卵は2回やったけどめっちゃ痛かったし、もうやりたくないなって思いながら、でも第2子が欲しいってなったらまた多分やることになるんだけどさ、でもこのなんだろう、採卵2回やって卵が2個ずつしか取れなかったとしても、1回の移植でこうやってうまくいったっていうのは本当に奇跡だと思うし、すごくラッキーだった、本当にラッキーだったなっていうふうにも思うし、私の体外受精はそんな感じで2回の採卵と1回の移植とっていうふうに終わっていったんだけど、なんか自分の力だけではなくて、まあ、病院の先生もそうだけど仕事の会社の人たちがめっちゃすごくケアしてくれて、いいよ、自分の体一番大切にしてもいつ休んでもいいし、いつ病院行ってもいいしみたいな、カバーするしみたいな風に言ってくれたのもそうだし、その治療で大変だった時にもうまた太りましたとかそういうことが言えるっていうのもなんかすごくサポートしてくれてる人たちだなっていう、なんかなんだろう、太りましたとかもまたニキビできちゃってとか、なんかもうこの薬ほんとしんどいんですよねとか、もう注射痛くてとか、採卵もほんと痛かったですとか、なんか病院また病院ですとか、なんかそういうのをこう私はすごいペラペラ喋る人だからさ、言えるっていうのもあるんだけど、そういうのをさちゃんとめっちゃ親身になって聞いてくれる先輩とか、なんか大変だよねって言ってくれたりだとか、頑張ってるねって言ってくれたりだとか、もう太ったとしてもなんかもうそれは今だけだからしょうがないよってすごい慰めてくれたりだとか、なんかそういうのを言える仕事場の人とか、なんかそれってすごくめちゃめちゃラッキーなことだと思うし、会社の人の理解がなくてとか、なんかあの人また病院だってとか言われるとかさ、そういうのもいろいろあるじゃん。だからなんかそういうのが本当に全くなかったチームだったから、なんかすっごくそこはめっちゃラッキーだったっていうか、めっちゃ恵まれてたなっていう風に思ってて、なんかそういうのも私のこのなんだろう、成功に関わってたというか、
休職とかもせずにここまで来れたのは本当にいろんなラッキーがすごく本当にギュッと詰まって成功したんだなっていうふうに思うとめっちゃ感慨深いなっていうふうに思ってます。そんな感じで私の体外受精は終わって1人目の体外受精は終わっていきました。で2回目はその14万いくら払ったって言ったじゃん。戻す時は私84,000、移植の時は85,000ぐらい払ってるから、体外受精の病院で払ったのは34万-35万ぐらい払ってますね。体外受精これあれも入ってんのかな、結構そのタイミング法をした時、大学病院でタイミング法した時は私が持ってる領収書だけだと31,500円ってなってて、もうちょっとしたはずだけどさすがに、でもまあそんなもんなんだ、めっちゃ安いなっていう感じの印象で、そっからは体外受精です。まあでもこれもさ、今は保険適用だからこれぐらいで済んでるけど、前はさその1回につき100万円とかそういう時もあったから、なんかそこはもう本当にそこもラッキーだなって思うし、もちろんさもう負担をもっともっと減らしてくれたら一番いいんだけど、制度的にとか会社の制度的にとかもそう、なんかいろいろね、だけどまず保険適用になったことがねすごくいいことだったと思うの で、私はそのタイミングで治療を始めることができたっていうのもすごくいい時代だったなというか、いいタイミングで私ができるようになったなって思うから、全てに本当に感謝してるっていう感じです。ということでこんな感じで私はタイミング法してから体外受精してっていう感じで進んでいったんですけど、27歳っていう感じで、27歳の体外受精日記はそんな感じでした。体外受精って聞くと、もうちょっと上の年代とかを想像される方も多いかなと思うんだけど、結構20代でも今体外受精する人いっぱいいるし、不妊治療とかも本当にめっちゃしてる人っていっぱいいるじゃないですか。全然人事じゃないなっていうか、珍しいことじゃないなっていうふうに思ってるから、もし自分が不妊症ですよってなっても自分のせいっていうふうに思わなくてもいいし、自分は絶対不妊じゃないっていうふうに思うのもちょっとあれだし、絶対はないから、そんな感じで私もだったよっていうのをね思ってもらえばなっていうふうに思います。はい、ということで今日の動画めっちゃ長くなっちゃったと思うんですけど、でも体外受精の話をねなんか2個に切ったりするとまたややこしくなると思ったから、ちょっと1本長いんですけど動画撮っちゃいました。ということで最後まで見てくれてありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。